横になってスマートフォン見ながら気づいたら数十分経ってた。そんなことってありますよね。実は痩せにくくなる原因の一つとして血行不良があるんです。血液の流れが悪くなってしまうと実は太りやすくなると言われていて、食事制限やエクササイズ頑張っても同じ体勢で固まってしまうと血行不良が起こって太りやすくなる、痩せにくくなるっていう風になります。そこで今回はたった1分ゴキブリ体操というのを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、今よりも確実に痩せやすくなる血流アップ、代謝アップができるゴキブリ体操を紹介します。たったの1分、一緒に真似して動くだけで体がポカポカ、代謝もアップ、手足の冷えも改善、体がリラックス、そういった効果を得ることができます。体が固まってしまってるなーとか、疲れやすいな、体が重いな、ベッドや布団に入ったままで何か簡単にできるエクササイズないかな、そういった方にはおすすめな運動になります。一緒に頑張ってみましょう。はい、やり方はとっても簡単です。体をこういう感じでこの字を作ります。この状態からももを揺らして膝から先をブラブラさせます。で、手は上に上げて肘から先をブラ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 ってこういう感じでひっくり返ったゴキブリみたいに手足を動かします。これを一緒に1分間やってみましょう。足の位置はあんまり下ろしちゃうとお腹疲れてくるかもしれません。腹筋鍛えたいって方はね、ちょっと低めでもいいです。でも腰が痛くなるよって方はね、腰がついた方がいいので、足を真上に上げて手も真上、これでブラブラ力を抜くだけです。手足だけじゃなくて体全体でね、力を抜いてください。これを1分間やっていきましょう。 OK っていうまでスマホは置いといてもいいです。あとは掛け声でいきましょう。それではいきます、スタート。ブラ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 してください。ブラブラ、力抜いて、目つむっててもいいです。リラックスしててブラブラです。目つむるとね、これすごいリラックスできますよね。あんまり力入れてブラブラせずにね、自然リラックスして手足振ってください。ふー、寝る前とかね、結構これリラックスできるんでおすすめです。あと少しかな。あー、もものね、力が抜けていいですよね。いろんな振り方しても OK です。いろんな形でブラブラしてください。まあまあ1分長いな。あと少しですね。リラックスしてください。あとちょっと。 OK です。はーい、スマートフォン見ながらでもいいです。リラックスできましたか？今度はね、寝たままつま先をバイバイする感じでブラブラしてください。そのままね、これで1分間いきましょう。ちょっと1分長いですけどね、このままリラックスしていきましょう。つま先でバイバイする感じです。ふう、ももの力がね、抜けてる感じがあればいいです。あとはね、ちょっと腰もブラブラしながら足もブラブラしてください。こんな感じです。リラックスできてますか？寝起きとかね、就寝前にするといいですね。これ30秒ぐらいだとちょっとすぐ次の種目いっちゃうから疲れるんですが、1分ぐらいやるとね、すごいリラックスできてきます。スマホ見ながら自然にリラックスしましょう。ふう、あとちょっとです。つま先でバイバイです。ふう、はい、OK です。お疲れ様でした。今の2種目、ゴキブリ体操とバイバイです。この2種目をね、もしね、あー今日だるいな、なかなか寝つけれないなとか、横になってスマホ見ながらちょっと体固まったなって時にね、やってもらえたらと思います。で、しっかりね、この2種目やると体がリラックスして血流が上がって筋肉もね、こう楽にね、力が抜けて気分転換にもなりますんで、よかったら何度も動画を見ながらやってみてください。
やってみたよ、すっきりしたよって方はね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS も行ってますんで、説明欄にリンク貼ってます。違う形で配信してますんで、よかったら別の SNS もフォローしておいてください。そちらでもコメントください。今回もご視聴ありがとうございました。ゴキブリ体操でした。